岡山支部の長尾真佳選手です。昨日はすごくね素晴らしいレース見せていただきましたが、細川選手との競りいかがでしたか？すごい楽しかったんですけど、やっぱ最後の自分の爪の甘さが結果に出てしまったと思うんで、それでも道中は安定して逃げて回れてたと思うんで、もっとスピードと走り方を身につけていきたいなと思いました。今日も岡山支部の先輩の森谷選手だったり、昨日も田口選手だったりと、とても先輩と会話する場面ありましたが、どういうことをお話ししているんですか？そうですね、道中の走り方がいろんなパターンがあるんで、聞いたりして実践してみたり、ダメだったところを指摘していただいてます。結構長い時間お話しして、それはいろいろ先輩にも聞いたりとか疑問に思ったこと聞いてるんですか？そうですね、実際どういうイメージでやっているのかとかを聞いたりして、それでやってみたりしてます。そのどうしたいかが道中ではっきりしてないので、中途半端な旋回になってるんで、もっと自分らしいターンができるようにっていう風に言われました。ありがとうございます。いやでも昨日もその細川選手の競り合いの時、の映像を見たファンの方々がそう湧いてました。もう本当ですか？はい、そう、スター誕生かのように、はい、もうすごく盛り上がってて、私もすごくなんて言うんでしょう、すごいなと思ったんで、今後とかも期待してます。もっと握って回って船券に絡んで名前覚えてもらえるように頑張りたいです。今は握るの好きですか？あ、そうですね、好きなんですけど、でも差しもターンマーク見て刺すことも課題なんで、時と場合によってそれに応じたターンができるように岡山の先輩見習って頑張りたいです。長尾選手デビューして半年、今どれぐらいでしたっけ？11月デビューなんで4ヶ月ぐらいです。すごい冷静ですよね、このお話ししてる時も。レースの時もすごく冷静だなって感じる時あるんですけど、お話ししてる時もなんて言うんでしょう、冷静にというか。あ、本当ですか？はい。普段も慌てることあんまないですか？いや、慌ててますね。やっぱ動作が遅いと、やっぱなんて言うんですかね、プロペラの調整一つにも関わってくるんで、もっとキビキビして頑張りたいと思います。頑張ってください。ありがとうございます。はい、まだ船券に絡めてないので、船券に絡めるように頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。岡山支部の長尾真佳選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。